おはようだよねさすがにまた10時よおはようだよねこんにちはかおはようだよねおはやっほー。10時じゃんバカ早いわ普段なら寝てますんだけど寝てるか起きてるかのキワキワやで、ね、10時なんて えジ、ー、でいいな、もう超眠いわ、本当に。超眠いわ、マジで。ヤっホー、朝からレッスンやってきたよ。今日は一曲だったからねー。いえーい、朝から頑張った。超むずかった、朝から頭使いすぎてハゲそう。もうやばい。 で、そして昼からは今日は今日は昼からはお稽古ですあの何ミュージカルだから今日まだ曲がね曲のまだミュージカルなんだけどまだねダンスも歌も入ってない曲がすっあかるんですよ今日はその曲の稽古の舞台の方のレッスンと 芝居とあと歌とあります稽古が今日めっちゃ遅いんだよね俺のやばいフルだフル久しぶりにフル活動するやばい最近フルでなんて活動しなさすぎてさマジでやばいんだけどまあみんなからしたらさ普通だろうけどさ私はさ普通じゃないからさ <laughs> 私は普通じゃないからさ このさ、いつもさ昼から稽古して夜までみたいなのがさ、まあ、最近ずっとだったわけですよ芝居稽古ねなんなが今日は久しぶりまあ明日もですよ明日もレッスン朝からあれ明日だっけあさってだっけ明日もね朝からね数曲数曲レッスンして 稽古あさって感じ明後日かしあさっても愛媛のライブの投資してー稽古してーってやばいしかもねそのライブの投資ある日さ稽古もさ投資稽古なのやばいセリフセリフ全部セリフっていうか流れ全部叩き込んでいかなきゃいけないからちょっとやばたんだよねちょっともう私の。 キャパセティやポトン頑張るぜ頑張るぜてかとりあえず今は眠いかな <laughs> マジ眠いで、ね、そうでとりあえずショールームしないとショールームしないといけないショールームしたら今日舞台の方でやる曲を覚えます今日歌稽古とダンスあるんで ちょっとまだね、えられてませんのでこの空き時間に2曲を入れたいと思います自分に自分に2曲入れてそれでお昼ご飯食べうんお昼ご飯、私のその2曲の覚え次第だなしたらしたらご飯買いに行くわコンビニに行こうほんで食べたらもう行かなきゃいけない さっきもさちょっと稽古じゃないしレッスン終わってさ起こさないといけない曲さちょっと起こしてたんだけどさ頭の集中力のさすぎて全然わかんなかった <laughs> やばいめっちゃおな鳴ったんだけど朝ごはん食べたのにお腹空すいちゃったマジで最近さほんとやばいよね 痩せろって話。なんかそういったね。でもやっぱ食べないとね。ガチで集中力持たないんですよね。なんかね、痩せようと思って食べなくてもいいかなとかって思うじゃん。ってなるとね。ほんと頭動かないの。マジで頭動かないの。食べないとなんか芝居だからさ。セリフとセリフと。 セリフももも覚覚ええるるけけどちちろんポジ立位ち置ちわけこのセリフを言った時にはこっち側にずれるとかこっちにはけるとかそういうの道応あるからそれも覚えないといけないので、ね、いっぱい頭を働かすわけだからさ頭を使うのすごくだからエネルギーを使うから本当にあのに、ね、食べないとね頭動かなくなるで、ね、ボートしちゃうの後半とか集中力人ってさ集中力ってさ12時間しか持たないじゃんでも稽古ってさ 6時間とか普通にやるからもうね後半とか集中力切れちゃうのやっぱ食べないとダメだ食べないけど <laughs> でも最近さお稽古帰ってくるの遅いからさ遅くにめっちゃご飯食べちゃうの晩ご飯はねなんかその稽古の休憩とかはさ、まあ、合間にさ5分とか10分とかあるんだけどそうだけどさなんかあの何私は帰ってゆっくり食べたいから お稽古の合間は、まあ、チョコレート食べたりジュース飲んだりとかをするんだけどお家帰ってからさご飯をがっつり食べるわけだから太るんだよね <laughs> そうなんかその合間でさがっつりとか食べられないからちょっとずつ食べて帰ってきてからご飯んパイ食べるの、まあ、全然痩せないほんとやばいマジで痩せろデブって思うんだけど自分でもそう思うの。 うん、そう思うんだけどさ痩せないあれなんか今年の夏は夏バテで痩せるつもりなんだよね夏はさ一番さ痩せやすいじゃん夏バテしてそうだからさだからさすごいさ痩せるつもりなんですよ夏っていつも痩せれんの私まあみんな痩せてんだけどさ夏バテだから。 だからね頑張って痩せようと思ってんだけどな痩せないよね普通に、ね、痩せられてブって感じなんか夏ってあんま食欲湧かないよねわかるなんかそれを利用して痩せるのいつも食欲湧かないから いつもの食べるる量より少なくなくじゃんいつもが食べ過ぎてんの私の場合だからちょっと少なくなるからそれで多分人の普通なんだよね人の普通っていうかアイドルの普通になるからそうだからそれで頑張ったやんだけどちょっと分かんないです今年はぽっちゃりゆりなちゃんでいくかもしれない でも確かにちょっと前の私ねちょっとねぽっちゃりしてたの確かにうん確かにねちょっとねまるっとしてたのふっくらしててちょっとやばいなぁと思ってたんだけどやっぱり食べれる食べるのは止まらないよねご飯って美味しいぜイエーイって感じじゃないどう私食しか楽しみないから本当 食べることでイエーイってやってんだけどさみんな的にはさどうなんだろうねなんか最近の子まででさ細すぎてさあとさなんかさ最近の人の細いってさマジでバグってきてて本当にカリカリの人を細いスタイルいいっていう人が本当増えてきちゃってるじゃん本当あの風潮やめてもらいたい 普通の体型の人がちょっとさぽっちゃりぽっちゃりっていうかちょっとぽっちゃりによりがかってるじゃないですかえそんなに細いのにってなるやんだからさほんとにさなんかさやばいよね,本当ねほんとにねほんとに選抜さんとかマジでみんな細いのなんかどんどんなんか痩せようとしてるよね そそそうそうそうなんかすごいさ最近さ TikTok とか見てもさ k p o p アイドルがたくさんさ今まあいっぱい出てきてるじゃないですかこの波,波というかもうブームじゃん日本でも。マジで内臓どこに入ってるのかなって思うぐらいめっちゃ細くない内臓入ってないよね絶対あれ。 皮下脂肪がないんだろうね皮下脂肪内臓脂肪かん内容脂肪か内脂肪なんて言うんだろうあの体の外にあるんじゃなくて体の中にある脂肪が少ないよねきっとそうねなんか何外に見えてるお肉じゃなくてあのこうお腹こうやって取った時の何,あれ何脂肪ってなっけ内臓脂肪かな そうあれが本当にないよねめっちゃ無駄なお肉がないって感じなんか臓器と骨と筋肉とって感じねすごいよねまあ私はあんなに痩せられないわ無理無理どう頑張ってもできないからいいです 無理だあんなにストイックには頑張れませんあんあなににストイックにできる人もいるかもしれないけど私の場合はストレスたまるからあのしっかり食べますああいう人たちは忙しすぎてさ食べられないんだよねそもそもご飯が食べるタイミングなさそう毎日フル活動だから、うん 食べる食べる暇がないとか考えただけで泣きそうだわねえ絶対食べたいんだけど <laughs> 絶対食べたいんだけど意地でも食べたいわまあでもそのさ 細すぎない方がいいよっていうのとさ細い方がいいよっていうのは、まあ、若干男性と女性のさあれのズレでもあるよね。女の子が思う細いと男の子が思う細いが違うっていう時もあるじゃんなんかさすごいさめっちゃ不思議なのが女の子が思う細いと男の子が思う細いって若干女の子の思う細いの方がさ細いじゃないですか。でも男の子がなんか言う 例えば体重何キロぐらいがいいですかねみたいなアンケートのやつでそうですね47キロとか46キロとかですねとか言っていやそれはもうガリガリだからそうなんかすごい男の人の方がなんが細いっていうかつくのちょっとこ,こっちが細すぎるこっちが太すぎる私ちょっとこっちなのねでもなんかそのアンケートみたいなやつ何だっけんかのみたいなやつは。 そのでも男性って言ってもあの若い男性20代とか30代の男性に聞いたなんかアンケートみたいなやつだと「なんか、えーま、僕はちょっとぽっちゃり気味の方がいいですね4 8キロで」いやいやいや4 8キロはぽっちゃりじゃないからそれは1 4 8センチぐらいの人が4 8センチだあ 8kg とかだったといい感じかなって思うけどそれが170の人とか160超えてる人からするとカリカリやから。 だからさなんかさすごいさ難しいなって思ったそのズレがそうえどういうこと 160cm あったら 50kg あるの普通やからな普通にそうアイドルとか最近の子の子が細すぎんねん細すぎんねん 50kg あるってデブって言われたらさもうかわいそうやでもん 眠すぎる、寝そう確かにどのくらいでどのくらいの見た目かわからないの、ね、確かに確かにそれなえでも私は本当に太った時5 0キロ普通にありますよ本当に私がすごい太ったなってなった時5 0キロありましたからね 私も全然5 0キロなるときありますよ。ぽっちゃりしたときとかは。普通に5 0キロ乗るときもあります。 でも私の理理想想は50キロなないののが理想なんです私の平均的な自分の中で一番いい感じののは5 0キロないのがいい感じかなだから5 0キロある時はちょっとね確かに見た目的にもねちょっとまんまるさんしてるまんまるさんしてるでもアイドルだとね多分私の身長だと4 5 6じゃないと本当はダメなんですよ本当はね でも4 5五6は私はその体重にな4 5五6はね私がコロナになった時がそれぐらいだったかな45キロだったからあの時そうあの私がマジで40度の熱が1週間続いた時は45キロでしたでもあれぐらい細いのが一番本当はいい,い,いんだろうなーって思いましたけど 確かに本当に細かったから顔,の顔もこけてたし仲なかもぺちゃんこだったし一回りちっちゃくなったねって言われたからそうほんとあれぐらいがいいんですけどちょっとあれは無理ですあれは本当に10日間ぐらいほとんどご飯を口にしてなくてあの体重だったんであの時が本当に細かったですね <laughs> でもあの体重はなかなか無理だなぁ。あの体重はなかなか厳しいです。あの体重はきついですね。でも多分、普通だと、普通なんだしょうね、アイドルだと。普通だと言われそう。45キロは。 ってみんな遅いもんね。絶対。ねえ、やばいよねどう。どうしたらあんなに。遅いんですかね。<laughs> 内臓入ってない、その子とかいるね、え、わかる。わかる。内臓どこに置いてきたっていう子いますよね、たまに。 えわかほんとマジで内臓入ってないえだから私ユーリーさんのウエストとか見てもマジで内臓入ってないなって思うもん細すぎてユキリンさんとかユーリーさんとかなんかあの辺のウエストを見るとああ臓器はどこにしまってるんだろうってすっごい思うそううんほんとに マジでない。ユキリンさんとか特に衣装さんが言うけど、ユキリンさんは本当にウエストが細すぎて、ユキリンさんの衣装を着れる子って本当にほとんどいないんだって。そう、ウエストが本当に細いから、その今のそれこそネマハモとかそういう感じの衣装、あれじゃあネマハモとかあとなんだっけ元カレとか。 ほんとにウエストが細すぎて入る人少ないって言ってその衣装を当て込まれる当て込める人はほとんどいないって,ってそうそれぐらいほんとに細いのなんかさ多分さみんなさ写真とか動画で見てるから普通に見えるんだけどマッチって細いから生見てみマッチって細いからほんとにそんなに細い って思,ったら思う人がもしいたらそんなに細いってゆキリンさんで思うんだったらもう私はもう巨漢ほんとにっていうぐらいマジでえこんなんほんまにこんなんやばいよ私生で見た時もうペッペラのキュってしすぎてほんとにびっくりしたすごかったよほんとにマジでやばいよね だって衣装さんがさ当て込めないって言うぐらいだからさそれはすごいよね衣装さんが言うんだよだってねえほんでもさ確かにさバグるよねこのさ細い中の集団にいるとね細い集団の中にいるとさ本当にバグる 細いこそが普通に見えるもんでも私あんまりさ私よくさ言って「健康的ないよ」って言われるんだけどさ健康的だよってぶっちゃけさそんな細くないよってことじゃん太ってもなし細くもない普通だよってさグラビアやってる時にカメラマンさんとかスタッフさんとかにもめっちゃ言われんの健康的だよねって。 言われるんだけどでもさそれってさぶっちゃけさそこまで細くないってことじゃんそこまで細くないのかーって思っちゃうねそう一回でいいから細すぎるねって言われてみたいそう おなかすいたごはんべたいおお眠たーい今何時ですか今何時ですか私やばい舞台の歌の練習しなきゃいけないんだったちょっとね歌覚えてないんですよまだそうなの昨日ね来たから昨日来たからでも昨日本当にさうんやる時間なかったからちょっと今日ねこの空いてる時間にやろうって思ったの ちょっとやんなきゃ覚えなきゃお腹かすいたしおーなんかすいたーちょちょちょちううふーんもうちょっとじゃね舞台来週じゃんあん今週かあん来週かあれあ先週かいや再来週かあれ

気持ちよさそうでしょ。もう十一時だって。やばい。やばいね。よし、頑張るじゃん。ねむすぎ。見て、今日眉毛だけ描いてんの。 眉毛と日焼け止めだけ塗ってんのどういいでしょう今日は朝、前髪を上げてたんですよで、眉毛ないなと思って眉毛をね、かけました 来たよね、こんなオールバックになっちゃったんですよやばい待ってこれで電車乗って稽古場行くのはずいんだけど今日帽子忘れたのいっつも持ってんのにさもうさ帽子忘れたのショックああ帽子忘れちゃったのよでこ焼けそうでこ <laughs> 焼けそうじゃないでこだけピカーンってやだ恥ずかしい でこやけよしじゃあランキング読むよめっちゃ外カンカン出るじゃないもう朝の時点でさ太陽さんさんすぎてもうやばかったまぶしかった太陽が13位ジェリーさん12位チカイシーさん11位フフーさん10位マック・セイトさん9位台湾ゆるはるしおはよう仰天今日髪型可愛いいの好きありがとう 8位ナッティーさん7位ヒカリンさん5位ヨングさん5位ワイマツさん今日も結構頑張ってだってありがとう4位タカさんたいやき買ってくださいだって自分で買ってください3位マーニャンさん2位ヨッピーさんたいやき釣りに行こうだっていってらっしゃいそして今日の第1位は春太郎さんでしたイエーイというわけで今日は。 えっとねお稽古終わるのが今日は遅いのでちょっとこのお昼前にねショールームをさせていただきましたさあ皆さんだけど私はっとちょっと練習したらご飯を買いに行きたいと思います、えー、お腹すいたよねマジでこんな配信でバカでかいお腹の音が聞こえてしまったことをめちゃくちゃ恥ずかしいわ。 まなかなかゆりなちゃんのお腹の音なんて聞こえないから聞こえた人はラッキーだと思って心の中でしまっといてくださいね心の中にしまっといてくださいねというわけで今日も見ていただき本当にありがとうございましたまた明日のショールームでお会いしましょうそれじゃバイビーバイバイ